は今田畑さんの元に来ています。ツイッターでまたマコガレさんに喧嘩を打った方がいいけど別にお前失うもんねえんだからクラファンのページぐらいさっさと作れよ。素晴らしいね。どうもシュンです。こんにちは。はい、ということでですね、僕は今田畑さんの元に来ています。ということで今から面接を田畑さんにしていただいて一緒に働きたいかどうかを田畑さんに最終的に判断していただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちなみに僕 の、はい、僕のことってどれぐらい知ってる、していただいてるんでしたっけ。はい、田畑さんのご経歴と、うん、あとはツイッターとかはいつも拝見させていただいています。ツイッターとか見てて、はい、どう思われます。どういう印象をお持ちですか。はい、リツイートが多いなっていうふうに思っています。多くのフォロワーが多いインフルエンサーの方は見え方を気にするのでリツイートとかたくさんしないんですよ。自分の SNS アカウントをポートフォリオして、作品っていうか、はい、使う方が多いんですけど、田畑さんはもうそんなん関係なしに好きなことを好き勝手やってるっていうイメージがあります。そうだ、それはその通りですね。はい、3年後に、はい、今おいくつ。今22になります。で25歳の時に、はい、今から自分が思ってる中でもうマックスバラ色のこれからサクセスストーリーが始まるとして、25でどういう家に住んでどういうご飯を食べてどういう生活収入をいくらぐらいとか送ってたいですか。全然それ笑わないけどマックスのアッパーのちょっと上を見てる。はい、マックスのアッパーは僕自身家庭を大事にする経営者になりたいっていうふうに思っています。なので22でいきなりするんだって。いや全然間違ってない何も間違ってないけど、はい、でもう結婚学生結婚してたのは違うの。結婚はしてないんですけど25、6で結婚して、はい、28ぐらいで子供を産みたいなっていうふうに思っています。でそのことの方がなんか経済的にとかビジネスでどうこうってことは自分の中で優先度は高いんだ。優先度は同じぐらい高いです。全然それは全然本人の人生の優先度が 俺が間違ってたら正しく決めつけるきつまり全然ないんで、はい、暮らしとしては最近まで東京駅の近くのビルに5フロアぐらい借りてイケイケのベンチャー企業みたいなのを規模としては、まあ、年商でいうと30億ぐらいで準備がまあ10億ぐらいで全然結構もっと控えようとしたら十分あれだったので社員が300人ぐらいの想定だったんですけど、そこの場所に関しては石川県でもいいなっていうふうに、まあ、こういうところで思いました、うん、で最近その DM の神山さんとお話ししたときに改めて思ったんですけど、石川県でかつその税金を石川に納めるっていうところで石川県の中で生きてるベンチャー企業を作る。素晴らしい共同愛だな。俺とかそういう気持ち1ミリもないけど違うんですか。コマス高校っていうんですかね。いや全然1ミリもないってのは語弊があるけど、はい、あんまりないけど。なのでそこのイケてる大きい規模ではないけど働いてる一緒の人たちが幸せになる会社っていうのをイケてる会社になりたかったらイケてる人を取りたいじゃないですか。はい、イケてる人を取るんだったらやっぱり石川県より東京とかの方がイケてる人が絶対数が多い。もちろんそうだと思います。なのでいつもリモートでいいかなっていうふうに思っています、うん、オフィス自体も、あんまりいらないのではないかっていうふうに今考えています、うん、石川で支店はあるんですけども働いてる人たちはニューヨークに行ってもいいし上海に行ってもいいし東京に行ってもいい。ああもうじゃあどこでもいいけど本社の登記が石川県で一応石川県に会社のね税金が事業所税が入ればいいかなっていうぐらいで実態はまああとはどうでもいいと実態はまあもちろんあるんですけどおしゃれとってニューヨークでもどこでもいいもんね。はい、その例えばさその時ってもうそれは株は上場してるんですか。上場は特に目指していない。上場目指さない、はい、理由としては自由度がなくなる、まあ、いい意味の悪いでもなくなるってところが懸念としてあります。その時ってじゃあその会社の資本は全部 100% 自分が出してるイメージ。そうです。僕株式会社ダイアリーっていうのを1年前に設立したんですけど、その時はクラウドファンディングで集めました。で資本金30万から今そクラウドファンディングで資本金集めたけど単なる贈与としてもらって株主になってるわけじゃないんだ。はい、お手紙とか。そんな資本金なんてすごいねマジで、はい、で120万のうち、まあ、支援者数としては期間20日間ぐらいで支援者数50人ぐらいで、で、1人当たり50人だから、まあ、2万3万ぐらいですね、うん、で売ったものとしては手紙あと感謝の1分間の動画一人一人に、うんうん、と全力なメールのメッセージと、あとは動画出演権を8万ぐらいで売りました。それって出演権がみんな目当てだったらすごいな。いや、ただ私が一番感心した話だよ、はい、それをね、そもそも自分会社作るにあたって抜け抜けとそれでお金が集めようと思うポジティブシンキングと実際それで集まったっていう実行力みたいなことが、あと俺からしたら
クラファンで元々単なる半分まあもうお賽銭みたいなもんだけど、やっぱ会社うまいこと言ってたら、お前あの時俺が出した1万円の声でお前うまいこと言ってんだろみたいな感じで、なんか坊主頭の怖いわおじさんが後からやってきたりしないかなとか、いろいろそういうこと考えるじゃない。なんかうまくいったらうまくいったら別のリスクがあるとか、そういうすごいな、それで集まるんだ。はい、一応やっぱ YouTube にあるとかそれなりに1万人ぐらいとか2万人ぐらいいたから、ね、そうですね。ただその120万のうち YouTube の視聴者は1万円ぐらいで残り100万円はその20日間のうちに石川県の異業種交流会とか経営者の会みたいなのを飛び込んで、こういうことやりたいので出資じゃないんですけども買ってくれませんかみたいなのを営業しました。へえ、素晴らしいね。一番それ今刺さった。 ありがとうございますすごい。ちなみにその120万プラス東京と金沢って交通費往復2万8000円かかるじゃないですか。そこの1年間支援みたいなのをそのメロンパンアイスを記念して石川県の店主の方が年間100万でチケットをもらいます。それって見返りは何が起きてるの？見返りはそうですね、石川を盛り上げてほしいっていう。すごいな、いかにやっぱりやる気と熱意さえあれば今時何でも道は開けるみたいな。はい、いや感心しました。 ありがとうございます。ずっとやられてきてて、はい、いつぐらいから最初ほんと1000人まで1年とかのところに来てるんですか？はい、そこから考えてみたら3万ですごいじゃん。はい、いつぐらいからこれはすげえ手応えあるといけそうだみたいな風に思った？はい、開始して大学今4年なんですけど3年の後半ぐらいにピボットをしたんですよね。というのも一番大事なのはタイミングと領域が大事だなっていう風に学びました。というのも就活っていうジャンルの中に YouTuber がいなかったんですよね。就活 YouTuber が少なくて、でそこなら勝てるなっていう。おっさんがさ、はい、これみたいなさ、あとなんだっけ、うつさんか、はい、おっさんがさ、ちょっとごちゃごちゃ語ってるやつあるけど、実際に現在進行で就活やってる人がやってるって少なかったよね。そうですね、いなかったので、で僕がたまたま就活してたので、あ、いけるなと思ってやりました。うん、今23万人弱ぐらいいるんですけど、はい、まあ、よくも悪くも、もっと例えば年内に30万人まで伸ばしたいと、もっと増えてもいいっちゃもっと増えてもいいと思ってるんですけど、はい、もしね僕と一緒に仕事してもらったら、はい、ID とパスワード渡すから好きにツイートしていいよ、はい、俺のアカウントからと。でその代わりごめん、年内に Twitter のフォロワーをめちゃくちゃ増やしてっていうお題が出たとしたら、はい、何やります？30秒ぐらい30秒でいいです。田畑さん あのツイッターの運用においてどうやったら30万人いくかっていうところの施策としては3つあって、うん、1つは先ほどのリツイートとかをなくすっていうことで、初めて田畑さんのことを知った人とかをどういう人かって見たときに、ツイート何件か過去10件ぐらい遡ると思うんですけど、その時に田畑さんの意見であったりとか感じた考えとかを見れるっていうところで、フォローのクリック率、フォロー率っていうのは上がるっていうふうに仮定しています。なので1つ目はリツイートをなくすっていうところ、でもう一つは写真とかを多く上げるようにしてほしいなというふうに思っています。具体的に言いますと、例えばニュースの記事とかはツイッターに対してそのリンクがあるのでツイッターの面積が大きくなると思うんですよね。つまり、あー、面積って本当にモニター上での面積、あ、モニター上での面積が大きくなるので、そこの目に留まる率っていうのが高くなるというふうに思っています。かつ写真っていうのは比較的に田畑さんが経験していることをそれなんかイメージ写真みたいなのアーカイブとかこう画像アーカイブみたいなところ持ってきてもいいってこと？あ、はい、だったりとか田畑さんの YouTube のスクショであったりとかっていうところで、うん、でクリック率は上がるかなっていうふうに思っています。でもう一つは本質的ではないんですけど、僕が今考えられる時間の中でやったのは、人気者に絡む、もしくはそれに対して意見を言うっていうことがすごくやっぱり再生数インプレッション率が高まるっていうふうに思っています。例えば田畑さんの YouTube の中で、まあ、小谷社長さんに対して意見を言った動画があると思うんですけど、その動画は過去田畑さんの中でも2番か1番かに伸びてる動画だったんです。11万回ぐらいされてて、まあ、小谷社長が知ってる人も見て、田畑さんを知らない人も見る可能性があるので、そこはツイッターにも転用できるのではないかっていうふうに考えています。ツイッターでまた小谷さんに結果を打った方がいいと具体的に言うと、具体的に言うと、小谷社長さんはインタビューさせていただいたのですごい言いにくいですけど、小谷社長さんに喧嘩を吹っかけたら絶対に数で言うと伸びるとは思います。フォロー率っていうみたいなところはあまりポジティブなものではない。あれなんですよね、でも間違ってないと思うんだけど、喧嘩のための喧嘩をしてても、あ、まあ、ツイッターのフォロワー数とか再生数稼ぐためになんか喧嘩売ってるわみたいなふうに思われるじゃん。掘ったら見るぐらいじゃん、はい、喧嘩のための大義名分っていうのはどういう大義名分がいいと思いますか？
はい、トピックごとによるとは思うんですけど、例えば、まこなり社長がおすすめしてた自宅で使えるグッズ3選みたいなところ全然使えねえじゃんみたいな。なるほどな。とか、まあ、アイディアとしては、やりたいかどうか別にして、有効なことは認める。ありがとうございます。あともう一つ、僕が本当に運用するとしたら、田本さん の, その著書を頑張って引用して、その短くまとめたものを、ちょっとずつ1日3ツイートぐらいしたら、まあ、良質なコンテンツなので、そこはすごい需要があるから。それはまあ地味だけど、まあ、別にやってもいいよね、確かに。はい、一緒に働きたいかどうかを。ぜひぜひぜひ思いました。全然、例えばもう YouTube の部分はまさしく僕が今力を入れている部分だけど、はい、僕はまだ始めて3ヶ月ぐらいなんで、そこのノウハウもあるし、あとさっき言った自分の会社の資本金をクラファンで集めるとか、はい、よくもまあそんな抜け抜けとそういうことを思いつくだけでも、リスクが山ほどあるわけじゃん。うまくいかないけど、うまくいったとしてもどうなんだとかね、はい、リスクが山ほどある中でそういうことをぬぬぬぬと明るくやって、気づいてないぐらい明るい人って俺好きなんで、僕からしたらブレーキを踏む方がおっさんだから楽なんですよね、若い人と仕事するときに。でここで例えばさっき言った車の運転みたいだから、あそこはこういう事故が起こりやすいとか、こういうふうに言えるのはなんだけど、若者を消しかけないといけないってすげえ大変なんです。別にお前失うもんねんだから、クラファンのページからさっさと作れよみたいな感じなんだけど、そうなんですかと思って恥ずかしいとか、そうするとだんだんさ、もう2回か3回ぐらい言ってさ、もういいよやる気ねえんだったらいいよほっとこうみたいな感じになるから、そういう感じの行動力、あれは楽天的ポジティブなからところはすごい、僕はそういう、かつ僕にないもちろんノウハウというか、知識もお持ちだと思うので、そういう意味ではぜひと思いました。ありがとうございます。ということで、今後何か一緒にするかもしれないので、よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。今日の終わりです。下の概要欄に田畑さんのチャンネルも貼ってあるので、よかったら、ぜひ、チャンネル登録の方お願いします。あと、ちなみにこの場を設けていただいた、上活オンラインサロンっていうサービスが、ライモンさんの方からリリースされるということで、その方も、地方学生の見ている方、とてもいいサービスなので、よかったら使ってみてください。ということで、今日の動画は終わりです。チャンネル登録お願いします。じゃあな。